地獄をさまよっている。苦しい。助けて、誰か助けて。暗い、何も見えない。ここはどこなの？ここは魔の者を願わくば今一度この世によみがえる奴らと戦いたい。悔しい。私は魔の者の配下に心臓を奪われ、契約の儀式を挙げさせてしまった。待って、契約の儀式って何なの？教えて、誰か教えて。
Thank you.
汝新たなる魔の者にならんとすれば契約の儀式を結ぶべし。汝の血がつながるルーダーの15歳の誕生日にその心臓をえぐり生き血の乾かぬうちにすすり取るべし。そんな、だから私の心臓を。でも誰なの？誰が私の生き血をすすって新しい魔の者になろうとしているの？救われてたまるか！
後よ。その心臓を差し出すのだ。アリッサ、ママ。ママ、ママ、ママ、アリッサ、ネギス、アリッサ、ネギス、無事だったのかアリッサ。探したぜ。ネギス、ママが、ママが。どうしたんだよ。ママがどうかしたのか。これは。ママが大切にしていた四つ葉のクローバーのネックレス。でも一枚葉っぱが足りないの。これが揃わないと、きっと魔物には勝てないんだわ。おい、しっかりしろよ。俺がついてるじゃねえか。元気出せって。ネギス、葉っぱも四枚とも揃うさ。そうだろアリス。頑張る私。葉っぱを四枚揃えてママを助ける。そうこなくちゃ。よし、俺もやるぜ。こう見えても男だからな。お前についていくぜ。と言ってもさ、一体ここはどこなんだ。お前の心臓を差し出すのね。
ヨド兵、バブ兵、アドナイ、ツァバオ、エー兵、イエー、アーグラ。ヨド兵、バブ兵、アドナイ、ツァバオ、エー兵、イエー、アーグラ。
ゲス！
ないサバオ、へいへいへいアグラ。バローズ公爵よ、私の祖先よ。契約の儀式の直前に愛する娘アンを失ったお前の絶望と怒りはよくわかる。私もまたアリスタを愛するあまり父親フィリップを憎み殺害した。魔物よ、全てはお前が企んだのか。400年の時を超えバローズ公爵を蘇らせ、私と一つになりアリスタと契約の儀式を結べというのか。あの可愛い孫娘アリスタの胸に私自身の手でナイフを突き立てろと。それもいいだろう、アリスタと永遠に一緒にいられるならば。さあ来い、バローズ公爵が我が体内に入り契約の儀式を結ぶため共にアリスタの元へ帰ろう。来るのだバローズ公爵が。
になるためにどれだけこのバローズ城を探したか。3年もの間探して探して探し続け、
そしてとうとう見つけた。私たちが長年一緒に暮らしてきたあの懐かしい屋敷と全く同じ場所にこのバルホス城は建っていたんだ。なんという因縁、全ては魔の者が仕組んだ運命なのだ。じいちゃん、そんなに悲しい顔をするな。魔の者との契約の儀式さえ終われば、私とお前は新しい魔の者となりずっと一緒にいられるんだ。いやよ、お願いだから元のおじいちゃんに戻ってママを返して。ママか。お前のママはあそこだ。私を二度も裏切った。最初はあのくだらないフィリップなどと結婚し、今度はアリスターと一緒になろうとする私を止め、だからこんな目に。仕方なかったんだよアリスター。ひどい。あなたはもう私のしてるおじいちゃんじゃない。私はルーダーよ。あなたを必ず倒してママを助け出してみせるわ。愚か者め、愚か者め、愚か者め。間もなくクロックタワーが12時の時を刻み、お前の15歳の誕生日がやってくる。そして我々の契約の儀式が始まるのだ。さあアリサ、今こそこの祭壇に横たわり、私に心臓の血をすすらせる支度をしろ。アリスさん、どこにいるんだ。アリスさん、ナギス、アリスさん、ナギス。諦めろアリスさん、もはや誰もお前を助けてはくれない。お前の大好きなママでさえもな。聞け、魔の者よ。我とバローズ公爵はここに契約の儀式を挙げ、新しき魔の者とならん。地に眠る亡霊たちよ、闇に潜む魔の者の配下たちよ、ここへ現れ、共に契約の儀式を始める。ヨドヘーバウヘーアドナイツバオイエヘイエアウラ、ヨドヘーバウヘーアドナイツバオイエヘイエアウラ、ヨドヘーバウヘーアドナイツバオイエヘイエアウラ、ヨドヘーバウヘーアドナイツバオイエヘイエアウラ。ついに時は来た。私の可愛いアリスさ、私と一つになり永遠の命を得るのだ。アリスさ、アリサ。
安心してこの手に捕まるがいい。どうしたアリスさん、おじいちゃんと一緒にいつまでも仲良く暮らしたくないのか。アリスさん、お前は未来永劫私のものだ。アリスさん、ネギス！